セイニニアンの島はイギリス最大の陸警察でスコットランドシェトランド本島の南西の海岸とつながった小さな陸警島である。陸警察は全長500メートルコノルド語の砂利の岸から来た名前であるエアとして地元では知られている。夏の間、陸警察は海面の上にあり、島へ歩いて渡ることができる。冬の間は強くなった波の力が砂を 海岸から覗いてしまい満潮時、時には、潮赤サイクル全体で、サスは海面の下に沈んでおり、次の春に砂が戻ってくる。そのため、セイニニアンの島は定義づけ、次第で島にも半島にも分類される。本島に渡った先には、最寄りの集落であるビッグトンがある。中世前期の重要な金属工芸品である、セイニニアンの島の宝物が年に、 教会の床下から発見された。ツノメドリを含む、たくさんの海鳥が島を訪れており、いくつかの種が映像地としている。行政教区上は、セェトランド本島南部ダンロスネスの一部となっている。その名が示す通り、北部諸島やヘブリディーズ諸島、フェロー諸島の他の島が、クルデやパパと繋がっていることと同様に、島は、教会と関係を持っている。 しかしながら、島の歴史は、キリスト教より、はるかに古く、新石器時代の破壊死が、礼拝堂の壁の内部に見られる。陸警察の終端近くに今も見られる12世紀の礼拝堂の遺構は、セトランドの守護聖人でもあり近くのオークニー諸島で、広く信仰されている、ガロウェイの聖人、ニニアンに捧げられている。島の最後の定住者であったヘンリー・リースクの一家は、 1796年に島を離れた。セイニニアンの島の宝物は1958年7月4日、当時15歳の地元の学生ダグラス・クーツによって、教会の床にあった十字のついた石板の下から発見された。クーツは、発掘を行うため訪れたアバディーン大学のアンドリュー・オデル教授率いる考古学者たちを助けた。発見された銀製のボール、 宝飾品、その他の品々はおよそ西暦800年に遡るものと考えられている。これらはバイキングの襲来から隠すために埋められたものと考えられた。なお、ノース人到来以前の礼拝堂の遺構も発見されており、クルネとの関係を示している可能性も考えられる。ありがとうございます。